こんにちはい、えー、本日は一般社団,社団法人仙台ママナビ理事の菅原明子さんのお話をお伺いしたいと思います。本日はよろしくお願いします。よろししくお願いします。では早速なんですが、えー、菅原さんのですね、夢ビジョンについて、えー、お聞かせください。はい、私が、まあ、夢ビジョンです で持っていることはその女性が形に縛られない人生っていう、ねはい、結構テーマなんですよね。はい、でその女性ってどうしてもこの形ってどういうことかっていうとまあ、結婚だったりとか介護とか、はいはい、その育児とかすごい今の日本の女性ってその自分のために時間が使えない人生だなってすごい思っていて。 その中でもなんかん結局そこは多分変わらないし変えられる限界値があると思うんですけどうん、うん、そんな中でもなんか自分らしく生きられて自分が幸せだって感じられる人生が送られたらいいなって思っているんですよね。うんうん、でその中でまあじゃあ大切なものは何かってことを考えるとその経済的な自立、はい、あとは心の充実。 そして、もう時間の自由っていうのがすごい大切だなって私は思っているので、そこをなんかえっといろんな女性のバックアップがしていけたらなっていうのが今の目標ですね。うん、はい、いや、いいですね。そこすごくなんか大事なところですよね。そうするとですね。それを具現化するために、どんな目標や計画を立てていらっしゃるんでしょうか？と自分の、まあ。 ね、限ら私自体もどうしていったらいいかなと思ったときに、2つのちょっと側面を持ってお仕事をしていて、はいまあ、今ご紹介いただいたその一般社団法人、仙台の学びっていうのは、どちらかというと、経済的な自立をしていく、その中でも初期の起業家さんの支援をしていきたいなと思っているんですよね。でもう一つが、エキリーブルって個人事業主でやっている方があるんですけど、はい、こちらはもっとそこからしっかり稼いでいきたい。 女性起業家の支援をしていたりとかあとはもう一つの側面の,その心の充実っていうのもあるのでんなんか,なんか、ね、すごい現実的なその起業家の支援をしながらなんですけど占いっつうのをやっていてそうなんですよだから、まあ、私自体そのんだろうスピリチュアルとかっていうよりはその心の声っていうのをやっぱり 言葉にできないろんなことは考えてるんだけど整理できないって方が多いので占いって結構それにも即していて企業とかの支援をしててもやっぱそれが言葉にできないから自分が何がしたいか見えてこないとかって方も多いのでそれを明確にして自分の心の声を探すのに占いっていうのを導入していてそれをしながら、まあ、本当の自分のやりたい形に向かって一緒に。 走っていくっていうので、起業家の支援っていうのをやっているんですよね。えっと、それではですね、その目標や計画に対して、現在はどのような活動支援を持って、どのような基本的な活動をされていらっしゃるんでしょうか。で、まずは、じゃ仙台ままなびの方からお話ししようと思うんですけど、はい、と仙台ままなびは、まあ、本当に先ほど言った通り、仙台という地域に根ざして、起業家の方々を、 えっと、少しでもいい方向を目標にお手伝いをしていこうと思っている社団法人なのでこちらは今回、えっと、結構イベントを中心に活動をしているんですよね。はい、でその、やっぱり集客ってすごいテーマなんですよ、事業をしていく中で一番難しくって、うん、その中でじゃあお客様とどうやってつながりを作っていくかっていうときに、このイベントって非常に有効なんですよね。 SNS を使い始めるきっかけにもなるし、えっと、自分のことをお客様にアプローチできないお客人たちが初めて私こういうことやってるんだよっていう披露をすることができるきっかけになって何か言い訳があったら喋れるんですよ。 だからそういうのにも使ってもらえるっていうのがあるので、結構、仙台ママナビはイベントを中心にママたちをバックアップしていて、で今度は7月7日に、ね、コロナでちょっと2年間中止してたんですけど、さすがにちょっと我慢できなくなったので、コロナ気をつけながらやろうと思っている、はい、その笑顔で働きたいママのフェスタっていう、ま、だいたい平日開催なんですけど、はい、えっとお客様が500とか、多い時だと1000くらいいらっしゃるんです。うん 仙台でこの規模だと東京だった分2000、3000の規模なんですね。なので、それを開催して、えっと、起業家の方々が一般のお母さんたちとつながってお客様を増やすお手伝いをさせていただいたりとか、あとはこれから起業してみたいとか、あと、起業だけが働くっていうことではないので、私の中でその女性がずっと社会とつながりを持っているって結構大きいと思ってるんですよね。なので、うん そのいろんな企業様でまた働きたいとか、あと意外と産休の女性の方が多いんですよ、子供を産んでみて、うん、今までの働き方が継続できないとか、今までの人生をやっぱり休むから振り返るんですよね、そうなった時に新しい働き方を求めていらっしゃる方が、非常にこのイベントはいらっしゃる方が多くて、うん、そういう方々に新しい働き、まあ、企業っていう働き方のスタイルだったりとか、あとはそこにそのママたちが働きやすい環境を提供してくださる企業様。 会社の方々もご参加いただくのでそこで新しい会社との出会いの場を作ったりとかですねあとはそのちっちゃいミニワークショップとか公演になると思うんですけど、まあ、働くっていうことと子育てって絶対に関連するんですよでなんとなくやっぱ働くママって働く方に集中しちゃうと子どもの子育てが。 おろそかになっちゃってる、なんて言うんだろう、危機感っていうか切迫感ってずっと持ってると思うんですよね。はい。なんか、ないがしろにしちゃってるっていう罪悪感っていうか。だからそこをクリアにするのに、えっと、講演を。 そういう専門の方々がやっぱりいるので、講演をいただいて、そういう心のケアをしたりっていうようなイベントを、まずはちょっと、ママナビでは開催していこうと思っているのと、あとは、まずちょっとママナビではずっとやってなかったんですけど、その初期の企業の方向けに e、e ラーニング、要は子どもを抱っこしながら、でも、授業のことを学べるとか、結構、その今ね、すごい多いんですけど、意外と、 事業とかそのビジネスのことを学ぼうとすると、講座の時間帯がママに合ってないことが非常に多いんですよね。なんかね、午後の2時スタートとか、うんはい、夜の7時スタートとかなんですよ。っ子供帰ってくるし、幼稚園に迎えに行かなきゃいけない時間帯だったりとか、 晩ごは飯作ってますけど何かみたいな時間帯が非常に多いのでうそうじゃなくてことも合間で本当に学べるでもやっぱり収益にもちゃんとつなげていかないと継続って難しくなるのでそういうところをフォローできるような何か学びで初期の企業の方々にはちょっと学べる動画コンテンツなんかをこれも今年は用意したいな。 思っていたり、今、準備をしているところですね。あとは、うん、心の充実っていうことを考えたときに、もっと気軽にと、いろんな方に、その占い、まあ、私がいろいろなのは仕事専門なのでね、恋愛とかは相談に乗らない、<laughs> 乗らないことはないけど、言わないんですけど、まあ、それ用の EC サイトを作って、今、作っていて、そこからま、まあ、心、まあ、起業に関わらず、 仕事をしていることで不安に持っている女性の方が気軽に相談してくれるようなサイトが作れたらいいなと思って今、準備をしているところです。すごいですね。いろいろと活動的でいらっしゃいますね。そしたらなんですけど、そもそもです、ね、その夢やビジョンを持たれるようになったきっかけは何だったんでしょうか。そこにはどんな 発見や出会いがあったんでしょうか。と企業自体をねスタートしたの私は2番目の次男の出産が企業のきっかけになっているんですね。はい、まあ。その時にえっとまあ、私もこの起業するまでが14年間普通の 会社でむしろ営業職をやっていた経験が長いんです。うん、4年間営業やってて、なので仕事をするっていうところへの価値観がガツガツ働くスイッチはもうオンになった状態で起業はしてるんですね。うん、で、それの状態でえっ、ー、とイベントに出始めたんです。でそうなった時にイベントに出て他の起業家の方々をそこで初めて会った るんで,す、ね、いろんな人にでそうなった時に思ったよりみんなあれふわっとしてるっていうことにすごく驚いたっていうか仕事として捉えてる人ばっかりじゃないんだなってまず驚きと仕事としてやっているのかもしれないけどこれでは続かないよねってちょっとよぎったことがあって。 で今、そのイベントを最終的に私たちが主催する形になっているんですけどそうなった時になんに人気のある店舗にはやっぱ出てほしいのでこちらからあえてお,でお声がけするんですねイベント出ませんかってそうした時に継続されてないことが結構多かったんですよ。もうやめちゃったんですとかあんなに楽しそうにやったのになんでって聞くとやっぱ子どもが成長していくにあたってお金が必要になる。 でお金を必要になるってことを考えたときにそのみんなで盛り上がってやってたことが収入につながってないから継続ができなくなるパターンがすごく多くってなんかすごいねこの起業を始めるって家族を説得し、まあ、私は説得しませんでしたけど <laughs> やりたいように <laughs> やってる人ばっかりじゃないと思うんですよね。いろんな、 プレッシャーとかを感じて踏み出してみたんだけど最終的にまあ言い方悪いですけど趣味の領域を抜けられないで終わってしまうだとそこがすごいなんかもったいないなって思ったんですよねだったらもっとみんなちょっとしたきっかけなんですよね私ももう続けて 今年7年目になりますけど、事、はい、業になるかどうかの差ってほんのちょっとの気持ちの差とやり方の差なんだと思うんですけどそこをもっと多くの人に知ってもらったら本当起業って女性にとっては理想の働き方だなって私は思っていて会社にいる時って小学校の役員とかほんと死ぬほど嫌だったんですよね。 会社休まなきゃいけなくなるからすごいプレッシャーの役員会とか懇談会に出て役員決めっていうのはなんですけど起業してるとそれは自分の采配でいくらでもどうにもなるので別に怖くもないし子どもの事業参観も全部いけるしうーん万が一なんかあっても結構子ども中心で生きられるんですよね。 だけど、うん、別なところでフォローすれば、事業として継続することも可能ですごいいい働き方だなと思っているので、なんかそこはもっとみんなにそのちょっとしたノウハウの差を多くの人に伝えたいなと思っているのがきっかけですかね。そしたら、そういうきっかけだったんですね。じゃあ、その発見、出会いの背景にはどんなことが。 あったんでしょうか、まあ、多分これはもう私のなんだろう起業するきっかけになってしまうと思うんですけど、はい、やっぱりその、まあ、長男を長男がいるんですけど長男を産んだ時に私会社に復帰してるんですね。であのお話しした通り営業の仕事をしていたので結構遠方まで行かなきゃいけないし、えっと、時間も時間も 遅かったりとか。ね、なんか、5時に帰りたいから、6時までの会社を1時間時短すると終わるのが6時になり、だから結局1時間ぐらい毎回残業するから結局時短もうまくできなかったりして、で、数字のプレッシャーもあるから朝ね、5時とかに起きて、 数字調べたりとか資料を作ったりとかして、土日も会社出なきゃいけないとか、なんかこう言ってるとその会社がすごくブラックな感じに聞こえるんですけど、<laughs> でもなんかまあ結局ね、独身の時にやってた仕事を起業ね、事業、事業じゃないや、その子供がいて戻ろうとすると、すごく家でやらなきゃいけないことが本当に多く んで,すよね、で、そんな中でもなんとかやりくりしてた時、えー、ときに、私、子供を保育園に預けないで、実は母が遠道を見てくれてたんですけど、はい、ちょっと保育園ではもう追いつかないんですよ、迎えに行く時間に帰ってこれないので、なので、そうなったときに、その母が実は子供が年中3のときに倒れてしまって、今、車椅子なんですね。であの 本人は困ってるんでしょうけど私たちとしては脳じゃなくて脊髄だったので上半身普通で本当歩けないんですよねだからまあ最終的に今となっては、ね、今は私の起業してるのも手伝ってくれあのなんてごうんだろうご飯とか作ってくれたりとかするんですけどその倒れた時はやっぱりいきなりはそうはならないのですごい結局送り迎え幼稚園の送り迎えもしてくれてたし。 帰ってきてき子どもの面倒を見てくれてたしっていう母が倒れて会社員でその働き方をしていくっていうそのスタイル自体が結構無理が来たというか大変だったんですよねでまあそんな中でまあ自分がずっとこのまま働きそのスタイルで働いてていいのかなって不安を覚えるようになり。うん いろいろあった中でちょうどいろいろ考えたら時に次男を妊娠して、うん、そのためにちょっと夫の働き方も変わったので、うん、あもしかしたら今がタイミングかもって思って思い切って起業したっていうのが実際あってでやっぱりその会社に勤めてて外に、ね、あの他県とか。 東北って一基とその県がでかいんですよ。盛、はい、岡の中にね、あの岩手の中にあのショックが全部入っちゃうとかっていう大きさだったり、仙台から、私も山形で、山形も酒田とか鶴岡とはじいてたってもしたこともあるので、はい、そうなった時き、があると帰ってこれないんですよね、す,よねすぐに。ねうん、でも、小学校の呼び出しって結構急なんですよ。 あのー、40分待ってくれって言うとえー、みたいな感じになるんですね保健室も長く特に今コロナだから置いときたくないから <laughs> いやそんなこと言わないで置いといてくれみたいな感じでやっぱそこをもっと家族のためにも使いたいし、うん、親も今の状態から悪くなった時に続けられないし。うん ここまでじゃあ自分が人生を会社に使わなければいけないのかって思うと何か違うんじゃないのかなって思ってまあ40っていう年を前もう前でしたけどね7年前だからで起業してみようかなっていうのが多分始めたきっかけに一番はなるのかなとは思いますね。うーん そんな背景があったんですね。なんかそこから本当に女性がね、こう、形に縛られない人生っていう、まさにそういう背景があって、今の夢ビジョンにつながるんだなっていうのがすごくストーリーであの見えました。 はい仙台ですごくあの活躍なさっている牧子、はい、さんなんですがこれからも活躍を応援しています。本日は素晴らししいいお話をありがとうございました